霊夢さん今回の期待なのですが。小生さん開発された時代に頂点を極めたとも言われる機体だよね。当時最高峰と言われておりましたあのダブルゼータガンダムを凌駕するスペックを誇っていましたから。人はこの機体を最高の機体と評した。はい、それでは皆さん。ゆっくりしていてね。この機体の名前自体究極という意味があるんだよね。実はそうなのです。そしてこの機体には曰くがあってね。開発した人間が死亡してしまうのですが。事故で死んだことになっているんだけど。そんな機体の名前とは？スペリオルガンダムでございます。詰めるだけ詰めば強いを実際に実行してしまったガンダムだね。普通ここまで詰め込みすぎるとフォルムがごつくなりすぎてスタイリッシュでなくなるのですが、この機体はかっこいいですよね。あの、カトキさんの最高傑作と言われるくらいだからね。デザインから本気度が伝わってくる機体なのですが、名前に使われているスペリオルとは、上位という意味や優位という意味があるのです。名前からも究極のガンダムを目指したことが伝わってくるよね。もともと、このスペリオルガンダムは、アナハイム・エレクトロニクス社のフラグシップ MST として、ダブルゼータガンダムと競合されておりました。でも、あまりの武器の多さと凄さだから、コストが恐ろしいほど高くついてしまっていう結果になったんだよね。さらに、独自の人工知能システムなども、開発が難しく、極少数のみが生産されたのですね。しかも、開発者が事故で亡くなってしまうということが、起こってしまったね。この開発者が亡くなった件については、前述の人工知能に関連があると言われておりますね。さっきの人工知能はモビルスーツを無人で操縦できるようにするものだよね。MS の無人操縦化を目的として生み出されたものであり、必要に応じて自動的に動いてパイロットの生命を守る、そういったことも可能なのですが。そうするとパイロットが不要になるんだけど、それによって困る勢力がいた。そういった勢力によってこの人工知能システムそのものがその後封印されていくのですが、ルーツ博士というこの知能の開発者がある日事故によって死亡してしまうのですが、この死亡事故は人工知能反対勢力によって意図的に起こされたと言われているんだよね。従いまして、たった4機しか生産されなかった本機のうち前述の人工知能が搭載されたのはたった1機のみとなってしまったのです。そんなスペリオルガンダムのすごいところは全身武器っていう感じのビーム兵器だよね。もはやモビルアーマーと言っても過言ではないほどのビーム兵器が全身に内蔵されておりまして、全方位への攻撃が可能であり、その火力派とてつもなく大きく戦う相手からすると手をつけられないガンダムとなってしまったのです。このスペリオルガンダムが登場するガンダムセンチネルの企画の中心人物が高橋さんという人だけど、かなりすごいよね。実際その高橋さんやカトキさんへのインタビューが掲載された本がございますが、そこで高橋さんはこのように述べられているのです。僕らのガンダムにニュータイプはいらないと。まさに富野監督をも恐れない発言だよね。それだけ自分たちが企画したガンダムに関しての自信の表れなんでしょうね。しかもガンダムファンの間でもこのガンダムセンチネルっていう企画はものすごく人気があるけど、なぜかアニメ化されていないよね。あの閃光のハサウェイですら映像化され劇場公開がなされたので、センチネルもというファンの人は相当多いようですが、未だもってアニメ化されておりません。それはなぜなんだろう。この件に関しての興味深い考察がありますのでご紹介させていただきますね。アニメ化はバブル期にも経験で流す10分程度の OVA が企画されており、1988年時点で不可能でも何でもなかったのですが、この時点ですでに大人の事情で中止されます。もともとバンダイがモガタ雑誌モデルグラフィックスに主役 MS のデザインを丸投げした企画ですが、機動戦士ガンダムダブルゼータ終了から機動戦士ガンダム逆襲のシャアの公開まで新作のガンプラが空白になるのを嫌ったバンダイが穴埋めに作らせたため、
また、ラインナップには、クイーン、マンサが上がり、キュベレイなどの商品化の可能性を匂わせたりで。なお、当時、テレビでは、飛行船機ドラグナーを放送していたから、プラモの新製品は次々と出ていました。アニメ放送する予定はないし、ドラグナーのプラモを定期的に発売する合間の商品でしかなかったのです。しかしバンダイはさらに冷淡でダブルゼータガンダムを有用したファッツを発売すると興味を失います。確か映画館の特報でニューガンダム機関攻撃しまくるだけがファンの話題になり、クリスマス商戦に間に合わせるように。つまり映画公開の3ヶ月も前、プラモが発売されてしまいまして、バンダイは逆襲のシャアのプラモ発売を早め、穴埋め企画はいらなくなります。これを察知したモデルグラフィックス側は雑誌で企画を進めますが、メカをすべてオリジナルにします。商品化権を主張します。企画は人気になりプラモ発売は再開されますが、モデルグラフィックスはぶっちゃけ業界の嫌われ者、そう感じに他市から人員を引き抜いたり、他市の人気ライターを引き抜いたりした、だったため他市はほぼ黙殺しました。しかし、モデルグラフィックス側が自社ブランド、雑誌の企画元の会社が持つ模型ブランドでプラモの改造パーツや、バンダイが発売する見込みの内 MS のガレージキットを発売します。これがバンダイの機嫌を損ね、ガレージキットは販売中止。モデルグラフィックスとバンダイが対立します。モデルグラフィックスはバンダイのプラモ F91 を無視して MS をフルスクラッチするようになります。当時は第二次 F1 ブームでモデルグラフィックスはそちらにも